ジョン・ミドルトン・クレートンジョン・ミドルトン・クレートンは、アメリカ合衆国の法律家、政治家。ホイッグ党に所属し、デラウェア州議会議員、アメリカ合衆国上院議員、アメリカ合衆国国務長官を務めた。1796年7月24日、クレートンは、デラウェア州ダグスボロにおいて、ジェームズ・クレートンとサラ・ミドルトンの息子として誕生した。クレートンは、 メリーランド州バーリンで初等教育を受け、その後一家で移住したデラウェア州ミルフォードで中等教育を受けた。クレートンはイエール大学に進学し、1815年に卒業した。クレートンはリッチフィールド法科大学院で法律を学び、1819年に弁護士として認可を受けた。クレートンは同年に デラウェア州ドーバーで弁護士業を開業した。クレートンは1820年に父親と死別し、一家を支える唯一の働き手となった。クレートンは実家のミルフォードと働き場所のドーバーを毎週徒歩で往復し、家計を支えた。クレートンは1822年9月12日にデラウェア州ミドルトンでサリーアン・フィッシャーと結婚した。サリーは 元デラウェア州知事ジョージ・トゥルイットの孫娘であった。クレートンは、サリーとの間には、以下の二人の息子が生まれた。ジェームズ・フィッシャー・クレートン・チャールズ・マクレーモント・クレートン、妻サリーは、次男・チャールズを出産から2週間後に死去した。クレートンは再婚せず、二人の息子を男で一つで、養育した。1844年、クレートンは、 ニューキャッスル近郊のビューナビスタと呼ばれる地域を開墾し、数年後に邸宅を建造した。クレートンはニューキャッスル近郊において最も豊かな土地を作り上げ、農学者としての評価を獲得した。二人の息子は共に20歳代で死去した。1824年、クレートンはデラウェア衆会議員に選任された。 クレートンは1826年12月から1828年10月までデラウェア州州ストム長官を務めた。クレートンは連邦党の中でも保守派の流れを組み、ジョン・クイン・シー・アダムズを支持する派閥の長となった。クレートンは連邦党の伝統的政治思想である小さな政府を施行した。連邦党は1820年代初頭から分裂を始めたが、 クレートンはアメリカ体制論を打ち出したヘンリー・クレーラと共に国民共和党を結成し民主共和党の大きな政府思考に対抗した。1831年、クレートンはデラウェア州憲法制定会議のメンバーを務めた。1829年、クレートンはアメリカ合衆国上院議員に当時最年少で選任された。クレートンは ヘンリー・クレイの強い支持者として活動した。クレイトンは郵政省の汚職問題について調査を行い、その後の郵政省改革への足がかりを作った。クレイトンは第2合衆国銀行の特許期限延長に賛成した。アンドリュー・ジャクソン大統領が第2合衆国銀行から連邦政府の資金を引き上げることを決定した際、クレイトンは 政府執行部に対する不信任決議に賛成票を投じた。クレートンは第23回議会を呼び、第24回議会において上院司法委員会の委員長を務めた。クレートンは連邦上院議員を一期限りで辞めるつもりであったが、デラウェア州議会は1835年の改選時にクレートンを再任した。 クレートンは2期目の1836年12月に連邦上院議員を辞職した。クレートンは連邦上院議員退任後、デラウェア州へと戻った。1837年1月、クレートンは、おじのトマス・クレートンに代わって、デラウェア州最高裁判所主席裁判官に任ぜられた。1839年9月、クレートンは、 ウィリアム・ヘンリー・ハリソンの大統領選挙支援のため、主席裁判官を辞任した。1845年、クレートンは、ホイッグ島からアメリカ合衆国上院議員に再選された。クレートンは、テキサス併合や、米国戦争に反対したが、実際にことが始まるとクレートンはそれに追随する態度を示した。1849年2月、クレートンは、 ザカリー・テイラー大統領から国務長官職を提示され連邦上院議員を辞職した。テイラー大統領とその閣僚1849年3月8日、クレートンはザカリー・テイラー政権で国務長官に就任した。クレートンは国務長官として激しく国家主義的な考えを有していた。クレートンは商業のグローバル化を主張し、 特に東アジア地域との交易に関心を示した。クレートンは、中央アメリカをめぐる、米英間の対立を解消するため、イギリス公使ヘンリー・ブルワー京都協議を行った。1850年、クレートンは、イギリスとの間で、パナマ地境地帯の中立を謳ったクレートン・ブルワー条約を締結し、米英両国が将来パナマ運河を取得したり、 独占管理権を持たないことを宣言した。1850年7月、テイラー大統領が病死すると、クレートンは国務長官を辞任した。クレートンは国務長官退任後の1853年、ホイッグ島から連邦上院議員に選出された。クレートンは死去する1856年11月まで連邦上院議員を務めた。1855年、 クレートンは、公有地の活動法案を拒否し、フランクリンピアース大統領を批判する演説を、上院で行った。1856年11月9日、クレートンは、デラウェア州ドーバーにおいて死去した。クレートンの遺体は、ドーバー市内の長老派協会墓地に埋葬された。クレートンは上院における老練な論客であるとの、評価を受けた。 クレートンは親しみやすい温厚な雰囲気と再起ふれる会話で知られた。クレートンの功績を称え、クレートンの名前はアイオワ州クレートンに付けられた。デラウェア大学のクレートン行動は、クレートンの栄誉を称えて命名された。1934年には、デラウェア州が国立彫像ホールコレクションに対して、クレートンの彫像を寄贈した。左から、 ジョンソン司法長官、メレディス財務長官、プレストン海軍長官、テイラー大統領、クローフォード陸軍長官、コラマー郵政長官、ユーイング内務長官、クレートン国務長官。ありがとうございます。